だんだんドレスの完成が近づいてきました。で今回はドレスのネックラインの補強をします。ネックラインを補強するにはこういうシーチングをテープにして使っていきます。仮縫いシーチングの布を4センチぐらいの幅にカットします。長さは90センチぐらいです。長い部分が生地の耳と平行になるようにカットします。カットしたら三つ折りにしてアイロンをかけます。まずは一度1センチぐらいの幅で折ってアイロンをかけます。したらもうさらにもう一折りしてアイロンで押さえます。これでテープの準備ができました。次はご自分のドレスのネックラインの長さを測ります。だいたい脇の縫い目からスイートハートネックラインの中心まで両側を1センチぐらい開けて測ります。測るとき測り始めと終わりをピンなどで留めてどこから始まってどこで終わったか分かるようにしておきます。私のドレスは20センチでした。作ったシーチングテープの長さはこのネックラインの長さから1センチほど短い長さを使います。なので今回は19センチになります。このようにネックラインの縫う線の縫い代側にピンで均等に留めていきます。ネックラインの長さよりも短いので少し引っ張られるような感じになりますが、それで OK です。ネックラインより短いことがポイントです。そうすると縫い代を内側に折り込んだ時にこのラインが綺麗なカーブを描いてくれます。ピンで留めたら手縫いで並縫いで縫っていきます。左側ができました。右側も同様に手縫いで縫い付けます。スイートハートネックラインの中心は縫い代の1ミリ手前のギリギリまで切り込みを入れておきます。後ろ側も同様にやっていきます。こちらは長さを測った 40.5 センチでした。後ろの場合は前のネックラインほどカーブがないのでシーチングテープの長さは実際のネックラインの長さより 0.5 センチ短くします。するとこのシーチングテープの必要長さは40センチでした。同様に手縫いで並縫いで縫い留めます。出来上がったらネックラインの縫い代をアイロンで押さえていきます。ネックラインの V 字ラインは、次に補強していきます。でスイートハートネックラインの中心は縫い代の 1mm 手前のギリギリまで切り込みを入れてあります。でこの切り込みは必須なんですけれども、これによりこの V 字ラインがちょっと弱くなるので補強は必要です。補強するにはまた仮縫いシーチングの布を使います。先ほど作って余った三つ折りした仮縫いシーチングの布を使います。大体5センチぐらいあれば十分です。
チーチングの布の真ん中がネックラインの V 字の中心に来るようにピンで留めます。チーチングの布は身ごろのネックラインの2ミリぐらい下の位置にこのようにまつり縫いしていきます。中央から始めてこのようにぐるりと手縫いで細かくまつり縫いします。出来上がったらアイロンで軽く押さえておきます。